こんにちは。今回はですね、トレード日記の書き方応用編について話をしていきます。トレード日記はね、そのトレード上達にもう本当に直結するすごい重要な役割を持ってるかなと思うんですけども、これまでね、そのトレード日記の書き方とかも何回かお伝えしてきてはいるんですけど、より効果的な使い方というか書き方についてお伝えをしていきます。でですね、最近上げた動画で勝ち続けるトレーダーとその負け続けてしまうトレーダーの決定的な違いっていうのをお話ししたんですよね。でその決定的な違いは何かっていうと、基本トレードでも他のジャンルでも何でもいいんですけど、うまくいく人ってその時間感覚が違うんだって話をしたんですよね。うまくいかない、今の自分の現状からなかなか抜け出せない人って、時間感覚が過去から現在未来に流れてるって話をしたんですね。こうやって過去が未来、こういう風に流れてる、過去に対する臨場感が強いからそっちに引っ張られて、自分のセルフイメージも過去からの自分で作られてしまう。だから今までやったことがないこと、できないことをできるようになるっていう感覚がなかなかつかめないから、今までの自分の過去からの延長線上の選択を選んでしまう。そっちがコンフォートゾーンだからですよね。そっちが自分のセルフイメージに合ってるからそっちを選んでしまう。結果的に毎回同じ負けパターンを繰り返したりとか、トレードでも頭で分かっちゃいるのに失敗する方を選んでしまうという謎なことが起こるわけですよね。なので逆転させましょう。それって未来からの時間感覚でいきましょうって話をしたと思います。未来からの時間感覚っていうのは何かっていうと、もうすでにもし自分が勝ち続けてるトレーダーになってるとしたら今どう振る舞うっていうのが未来からの時間感覚ですよって、そういう風に生きた時に起こる出来事全てが未来の自分からのメッセージになるって、今目の前の問題、じゃあトレードにしても何でもいいですよ、それって理想とする自分だったらそれに対してどう対処するって、もうすでにそうなってるっていう自分だったらそれをどう考える、どういう風にそれと向き合う、何を選択する、その瞬間っていう風に180度変わるんですよ、考え方が。ということに、それを通じて脳の構造も変わっていくし、新しい回路が作られていって潜在意識が書き換えられていきますよと、気づいたら自分のセルフイメージも変わってるっていう話をしました。でどんなジャンルでもうまくいってる人ってそういう思考プロセスというか、そういう時間感覚で生きてますよって話をしたんですよね。詳しくはまたその動画をぜひ見てみてください。で今回はそのトレード日記の書き方応用編なんですけども、これは本当に大事なことなんですけど、うまくいくやり方は一つではないっていうことなんですよ。例えばその本屋とか行ったら成功法則の本とかいっぱい並んでると思うんですよね。私はこれでうまくいきましたみたいな、ビジネスはこうやったら成功するんです、トレードはこうやったら勝てるようになるんです、そういう成功法則の、本が多分いっぱい並んでると思うし、中には自己啓発的なものもあると思うし、こうやって1億円稼いだとかね、あると思うんですよ。それじゃなかったらうまくいかないのかっていうと全くそうではなくって、それはもう言っちゃったらね、その本を書いてる人がうまくいったやり方なんですよ。だからそれを読んで実際にやってみてハマる人もいれば全くハマらない人もいます。だからこれトレードも同じですよね。じゃあ勝ってるトレーダーって多分世の中いっぱいいるじゃないですか。じゃあその勝ってるトレーダーにその人のやり方を聞いてやったら同じように勝てるのかっていうとそうではないですよね。でなんでかっていうと、それはそのやり方自体が自分に合わなかったら続けられないからですね。そもそも例えばそのスイングトレードって慣れるまでは結構大変だったりするんですよ。やっぱり損益の増減って絶対出てくるし、あめっちゃ利益乗ったわって思ったら戻しでその含み益が半分ぐらいなくなったりとかっていうこともあるし、ちょっと含み益がマイナスになって含み損になることもあるし、含み損のまましばらく耐えなきゃいけないこともあるしっていう風に、目先しか見れない場合ってスイングって結構しんどかったりする。じゃあその場合はいきなりそれをやるっていうよりかは、ちょっとこうもっと時間軸の短いものをちょっとやって慣れてから長期のやつをやるとか、ロットを思いっきり下げるとかっていう風な工夫が必要になってくるし、そもそも逆張りより順張りの方が向いてる人もいるし、狙うポイントも人によっても違ったりするわけじゃないですか。だからトレードのやり方も人それぞれ違うわけですよね。っていうことは何が重要かっていうと、結局ね、最終的に行き着く答えは自分の成功法則を見つけるっていうことなんですよ。自分に合ったやり方、自分に合った成功法則っていうのを発見していくっていうことがすごい重要になります。それが鍵を握るっていうことですよね。ただいきなり最初は分かんないから、決められた型から入って守る、それを徹底的に守って実践していく、それが習ですよね。そしてそこから少しずつ自分のオリジナリティを入れていく、それが歯です。で最終的に完全に自分の成功法則っていうものが確立されていくっていうのが理です。それは主波理の話ですけども、でそれをやっていく上でトレードノート、トレード日記とかっていうのはすごい大事なんですよね。じゃあよりその自分なりの成功法則を見つけていくためのトレード日記、トレードノートの書き方を話をしたいんですけど、最近ねこんな本を読んだんですね。世界を取るノートっていう本なんですけど、これいい本ですね。バーッと読んだだけですけど面白いです。でこうね、
本を開いた最初のところにこう書いてある言葉がもう面白いんですけど、世界に手をかけるアスリートたちを貫く一本の櫛、それは主体性だった、自分から考える動くというマインドセットをここにね、今回のこの本に登場するアスリートたち、トップアスリートたちは持ち合わせていると。彼女たちが書くノートは主体性が芽生えるそのきっかけになっているとことが書いてあるんですよ。で、まあ今回ねこの本に載ってるアスリートの方々ですね、卓球とか柔道とか選手なんですけども、その毎日ノートを書いてるらしいんですね。でそれによってその自分が特性とか自分の癖とか自分の自己理解がよりこう進んでいくことによって、どういう時に自分はうまくいくのか、どういう時に失敗するのかっていうのを客観的に知っていくことが、実はトップの世界で結果を出すためにすごい大事なんだってことが書いてあるんですよね。でなんでそれが大事かっていうと、結局人それぞれ違うからなんですよ、そのうまくいく時といかない時って。だからそれが分かってないと、そもそも自分に合ったやり方が導き出せないっていうことなんですよね。でも書いていったらそれが見えてくるってことは、それを自分の頭で考えて自分に合ったやり方をあぶり出していくことができますよ。だからそれが主体性なんだって、それは自分の頭で考えて自分だけの答えを導き出す力につながっていくんですよ、ということが書いてある非常にいい本です。面白いです。はい。ということで、じゃあノートにですよね、実際にどういうふうに書いていくかっていう時に必要なのが、この未来からの時間感覚なんですよね。失敗したこと、今日やっちゃったこととか、ルール守れなかったとか、逆にむしろうまくいったこととか、そういうのをこうノートに書いていきますよね。トレードでエントリーを待てなかったとか、本来なら耐えるべきところを早く損切ってしまったとか、なんかいろいろあるじゃないですか。そういうのを書いていって、でその時にどういうふうにそれを見るかっていうと、もうすでに自分は勝ち続けてるトレーダーになった前提でそれを見るんですよ、その書いたことをね。でその起きた出来事に対して、もし自分がもうすでに勝ってるとしたら、トレードで勝つこと当たり前の自分だったら、それに対してどうアドバイスするだろうかっていうのを書いていくんですよ、ノートに。じゃあもしなんか失敗してしまった、でももしもう今自分が勝ってるとしたらどう対処するだろう、これはどういうふうな対策をしたらいいだろうかっていうのを書くことによって、どうなるかっていうと、今の自分の感覚ではない、まるで山の頂上から見下ろしたような視点でそれに対する対応策をひらめいたりとか思いついたりすることができるんですよ。そしてそれは自分に合ったものなんですね。それがその自分の特性に合った対策っていうのを、まあ、見つけることができるっていうことです。でそういうのを毎日毎日記録していくわけですよ、良かったことも課題だったこともね。でさらに自分が調子いい時ってどういう時か、流れに乗ってる時ってどういう時なのか、むしろ逆に流れが悪い時、調子崩してる時ってどういう時なのか、その前後に何があったのか、調子が戻ってきた時に何があったのか、どういうことがあったのか、何がきっかけだったのかっていうのを全部書いていくってことなんですよね。でこれを書いていくことによって何が起こるか、自己理解が深まっていくんですよ。自分ってこういう人間っていうのがよくよく客観的に分かるようになってくる。そしてそこに善悪とか正しい間違ってるとかを挟まないってことですね。こういう時に自分は落ち込む、だから自分はダメな人間なんだっていうのが余計なんですよ。いらないです、それは。ダメな人間なんだと思っていいことは何一つないですね。だから一切そういうことを思う必要はない。単純に客観的にこういう時は調子崩す、こういう時は調子良くなるってことを知るだけでいいんですよ。そして知ってその後に何が必要か、対策です。じゃあそういう時にこういうことをすると調子を崩しにくくなるとか、ちょっと調子崩しても戻せるとか、その未来からの時間感覚でそこに対する対応策を書いて、じゃあこうしてみよう、こうしてみよう、もし自分がすでに勝ってる状態だったらもうこうするだろうな、でそれをやってみる、でフィードバックが来る、また書いていく、実際やってみたらこうだった、よかったっていうことをやっていくと、まあこれはね他の動画でも話してますけど、落ち込まなくなっていくんですよ。振り回されなくなっていく、客観的に自分のことを見れるようになっていく、自分自身を御することが、暴れ馬をの手綱を引くことができるようになっていく、乗りこなせるようになっていくっていうことなんですよ。そして何よりも自分だけの成功法則っていうのは何かが分かるようになってきます。自分が無理なくしんどくなく続けていけるやり方ってこれだなっていうのが見えてくる、それが自分にとっての絶対的成功法則ってことなんですよ。そしてそれは誰も教えてくれないです。自分で導き出すしかない。でそのためには書くことですね、ひたすら書いて書いて書きまくること、これを毎日続けていったら3ヶ月で相当なデータになると思います。そして自分のこともよりもう3ヶ月でめっちゃ分かるようになると思いますね。でこういうの iPad に書いてもいいんですけど、やっぱ理想はね紙ノートに書くっていうのがいいです。この本これ裏の見たら分かるように、みんな紙のノート書いてるんですよね。
やっぱなんかあると思うんですよ。これは電子媒体というかね、その iPad とかってちょっとやっぱ紙と書く感覚違うというか、紙に書くことによってこう脳内が整理されたりとか、バラバラな点と点がつながっていったりとかっていうことも、あの脳科学的にそういうことあるよねっていうのは言われてるので、一冊ねちゃんとノートを用意してひたすら書いていくのがいいんじゃないかなと思います。まあ、なんでこの世界を取るノートですね、まあ、ぜひ一回ちょっとパーッとでもいいので読んでみて、この今回話すねトレード日記応用編っていうのを試してみてもらえたらと思います。はい、ということでチャンネル登録と高評価の方をしてもらえたら嬉しいです。でこの辺からですねメルマガ登録できますので、メルマガではねまたまたその潜在意識の書き換え方、セルフイメージの高め方、トレードの上達法とか、世の中のね流れをどうやって読むのかとか、いろんなことですね、その地頭が良くなるような話をいっぱいしてますので、ぜひそちらも合わせて読んでみてください。